笹ユリはユリ科の多年草で、葉の形が笹の葉に似ていることからその名が付けられたと言われています。高山市庄川町にある北野農村公園は笹ユリの群生地として知られていて、今週初めから咲き始め、今見頃となっています。1メートルほどに伸びた茎の先に薄いピンク色の花を咲かせ、可憐にしっとりと咲いています。近年、鹿やイノシシに食べられる被害に遭っていましたが、今年は被害はなく、今日は朝から多くの人が訪れ、美しく咲く笹ユリを見ながら散策していました。北野農村公園の笹ユリは今月末頃まで楽しめるということです。